被害件数は17件となりました。襲っているのは群れを離れて単独行動する離れ猿と見られています。車のそこに猿が立っとったから、ほんであんた何しようって言って、そしたら猿がバーッと来て飛びついて噛んで、猿がそこに私の足こっちを噛んだ、噛みついて胸がどうかなるかと思った。恐ろしかった。今朝も北九州市若松区で女性2人が後ろから噛みつかれるなど相次いで猿に襲われました。昨日下校中の女子児童が襲われた小学校では、警察や学校が児童たちに注意を呼びかけています。猿出てるから気をつけて帰ってね。近くの小学校では下校時間に合わせて教職員が巡回したり、警察がパトロールを行ったりしていました。若松区では先月から猿に襲われる被害が相次いでいて、今日までに男女17人がけがをしています。市は猿を見かけても食べ物を与えたりせず、近づかずに目を合わさないようにと注意を呼びかけています。